はい、よろしくお願いします。今回は中学校1年生の教科書4章比例反比例のとこですね。ここのテスト対策やっていきます。で、まず最初、今回の動画は6問問題をやっていきますので、まずここで1回動画を止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に不安なのとかわかんないのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回の問題は、普段ね、この勉強動画を使ってくれてる、まあ、ユーザーの子が、こういうのを先生が出しましたよっていう、実際、学校で出した問題をメールで送ってくれて、それを改良したものを出しております。あのね、送ってくれた方、ありがとうございます。で、XY が出てきますね。で、Y が X に比例するものが丸、反比例が三角で、どっちでもないよっていうのを×をつけます。で、丸と三角、つまり比例と反比例のものは関係を式に表しなさいと。そっちも答えてねという問題です。で、まず行きましょう。基本的には、まあ、比例反比例を確かめるためには式を作っちゃう方が早いので、それを作っていきます。例えば1番。1本、X 円のジュースを8本買った時の代金が Y 円です。で、この問題、こういうタイプの問題っていうのは、基本的に全部 Y イコールで式を作ります。y イコールで。だから、これも、y イコールから始める。では、y って何かなって考えたときに、代金、お金ですよね。で、お金って何って言われたら、x 円のジュースを8本買ったとき。じゃあ、この x と8は何算で繋ぐのっていう話になります。いい？例えば、ここですぐピンとね、掛け算でしょって分かる方はそれでいいです。つまり、x×8 だからくっつけて、8x だよねってすぐ分かれば OK。 ただ文字が入ってくると結構比例反比例つまずく子が多いんで、よく分かんないってなる子もいるかもしれない。そしたらですね、 X のとこに好きな数字を入れてみてください。声ごめんね。例えばジュースは100円とします。1本100円のジュース8本買ったらいくらって考えるの。そうすると大体800円って言えます。言える子が多い。1本100円だったら800円でしょ？じゃあ800って何算したのって、100と8を掛け算したじゃないですか。100だったらね、ここが。ってことは、ここが100なら掛け算する。じゃあ X でも掛け算したらいいじゃんって考えれば、何算使うかは見つけやすいです。いいね。で、こうなりましたと。で、これはもうすごく大事な、この単元ではね、大事な知識になりますけど、比例っていうのは Y イコール AX です。これも絶対覚える。この先もずっと使うからね。で、後でま出てくるんで書いちゃいましょう。反比例は y イコール x 分の a になります。これは基本的な式。で、反比例に関してはおまけで a イコール xy っていうのも覚えておくと便利です。使えるときには使えるからね。これは反比例だけね、こっちは。まあこの式を改造しただけなんですけど、これは絶対に覚えてください。いいかな。つまり1番、y イコール、これ 8x、8が a なので、ax の形になってるから、下に答え書いておきますね。1番は、丸です。比例になってるから。で、式が、括弧にしとこうか。y イコール、8x ですよって。つまり、比例反比例ね、印が丸になって、その時 xy の関係が y イコール 8x となります。これ全部入んないかな？まあ、入んならちょっとうまく使いますね。では2番行きましょう。で、このタイプの問題で、このまあジュースとかね、代金系もよく出てくるんですけど、この見端の問題はすごい出てきます。これ見端ね。時速 50km の速さで走る自動車は、X 時間に Y km 進む。つまり、時速。速が入ってるから、これ速さです。は。で、X 時間、時間だから時。Y km が未です。まあもしくは見端、来端もあるか。距離、速さ、時間で、ね、習った子もいるかもしれないですけど。で、それが出てきたら、小学校の時にこれ習ってない方は申し訳ないんですけど、自分これ押していくので、これ使います。見端、もしくはここを木で習った方もいるかもしれない。来端ね。これを使って、もうそのまま当てはめます。機械的にやる感じになるけどね。で、ここに掛け算隠れてて、ここ割り算と、割り算。これね。よくドラえもんの鈴なんて俺が言いますけど。
で、どうやるかっていうと、さっきも言ったように、ちょっと下行くよ。絶対に Y イコールで始めてほしいの。で、Y から始めてるから今 Y 何って考える。で、Y キロメートルだから、これ道のりだよね、キロメートル。まあ、距離でもいいよ。じゃあ、道のりイコールで始まってるんだから、道のりの公式考える。で、公式を考えると、道のりイコール、速さかける時間なのね。だから、速さかける時間。つまり 50×X だから、あ、50X だねって。で、これは上と同じように Y イコール AX。今 A50 ね。ってなってるので、2番も比例だから丸。で、式にすると Y イコール50X でしたってこうなります。見端の問題っていうのは小学校からかなり苦手意識がある方が多いので、出てくるともう嫌だってなる。こう、たくさん見てきたんですけど、これは逆にラッキーで当てはめてしまえば解けるのね。だから絶対あれ使ってください。いいかな。で、3番です。3番は身長 X センチの人の体重は Y キログラムである。これも先に答え言いましょう。これ×です。この体重と身長とかね、よく出てきますね。あと天気とかね。あのね、比例反比例っていうのは、ざっくり言うと、X がある数字で決まった時に Y がある一つのものにちゃんと決まることを指してます。ちょっと嫌なね、めっちゃ難しい言い方してるかもしれないけど、例えばさっきも言ったように、ここね、 X のところ100円って決めるじゃないですか。で、ジュース8本買うのは決まってるから、100円って決まったら代金800円って決まるでしょ。100円って決めたのに、あ、今日800円ですとか、今日8本買ったら1200円ですとか絶対ないじゃん。1個に決まるの。これが比例反比例の関係なのね。まあもちろん両方違うんだけど、意味合いとしては。で、例えば3番、身長が160センチで決めました。体重一つに決まらなくない？だって160センチでもね、例えば50キロ台の方もいれば60キロ台の方もいるかもしれない。ね、めっちゃ細い子40キロ台もいるかもしれない。決まらないでしょ。だから絶対に比例反比例という関係に示せないの。表せない。だから×になる。いいかな。で、4番行きましょう。で、4番もう一回見弾きました。ということで、30km 離れた場所に時速 X km の自転車で行くと Y 時間かかる。まあ、30km をチャリで行くっていうこと、勇気ね。で、これはさっきも言ったように Y から必ず始めてほしいんで、 Y イコールで作ります。そしたら Y が何なのをチェックする。要は Y 時間って言ってるから時だよね。で、時間を求める公式は上から、mean 割る波。道のり割る速さをするので、道のりは 30km。30割る速さは X ね。時速の速ついてるから。で、30割る X になったら、これ、こうね、向きとしては割り算。30割る X はこうなる分数。つまり、X 分の30ってなるので、X 分の A、数字になってるから反比例の形ですよね。つまり、4番は、反比例だから三角になります。で、式が Y イコール X 分の30と。いいかな？こういう風にやってください。だから28は取りやすいです。非常にね。で、5番です。半径 Xcmの円の面積は Y 平方 cm である。で、これも答えから言います。これ、×です。はい、なっておりません。で、なんでかっていうと、これちょっと引っ掛けに入るんですけど、円の面積ですよね。これ小学校の時に習っていて、上書いていい？円の面積っていうのは、半径かける、これ次の章で勉強するからみんな覚えておいてね。小学校で忘れた方もね、かける、小学校で行くんだったら 3.14。もしかしたら、今この動画を見てくれてる方の中では3で習った方もいるかもしれない。円周率をね。ちょ、3.14 で行かせてください。で、中1で、まだ4章しか勉強してない方はやってないかもしれないんですけど、中学校に入ったら、円周率のことはこの印、π って読むんですけど、π を使います。3.14 使いません、もう。いい、π ってなるので。で、まぁ、あ、一応今は 3.14 で説明しますけど、半径 X でしょ。X。で、ここも X でしょ。X×X っていうのは文字2個かけると、X2 乗って表します。X2 乗ね。で、それに 3.14 かけるので、もうこっちでいっか。
面積イコール 3.14 に x2 個かけるからこうなるの。 3.14x2 乗。本当はね、もう π 習ってるって前提だったら πx2 乗って書きたいんですけど、で、そうするとね、あれ、これに形似てるじゃんって感じがするんですよ。 y イコール ax2。 でも2乗がついてたらこれも比例じゃないです。そう、だからダメなの。形似てるけどね。つまり比例でも反比例でもないという風になります。いいかな。で、ラスト6番です。ギリギリ入りそうだね。120個の飴を x2 に同じ数で分けると1人分が y 個であると。で、この分けるっていうタイプの問題ですね。で、まあ小学校からね、分ける問題たくさんやってきてると思うんですけど、基本的にあるものを分けるって言った時は割り算を使いますね。で、120個を x2 で分けるから、そのまま行こう。120個を x2 で分けるってこんな感じで、ちょっと分かりにくいわって思う方は、例えば120個を、ちょっと数が大きいけどね、お、じゃあどうしようかな。じゃあ20人で分けるって考えようか。また入れるの、 x に。ここみたいにね、好きな数字を120個20人で分けた時、1人何個って言われたら、120÷20 って思いつく方がこっちよりは出てくると思う、文字の時よりは。で、1人6個ってなるんだけど、だから分かんなかったら x に具体的な数字入れてみて、何算使うかなって考えると、自分がね、みんながテストを受ける時にひらめきやすいかもしれない。で、割り算って気づいたら、さっき言ったように120÷x、 こうね、こっち、しつこいけど大事なんでね、こっちだよ。だから y イコール x 分の120になるんで、反比例になります。なので三角で式が y イコール120分のごめん、絶対今言い間違ったね。 x 分の120です。もう今絶対言い間違った、ごめん。 x 分の120になります。ちょっと右上がりだったな。なので、まあ、ぜひね、このタイプの問題はおそらくテストで少なくとも2、3問は出ると思ってるんで、配点は少ないかもしれないんですけど、こういうところをね、ちょこちょこ取っていくことで、みんなが思ってるというか、目標に掲げてる点数にね、近づけると思ってますので、ぜひこんな感じでやってみてください。では、今回はね、この6問やらせていただきました。ということで、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。比例反比例なんて嫌いだよっていう方ね、いると思うんですけど、ここね、中2中3の勉強の基礎の部分になってるんで、嫌かもしれないんですけど、ここを得意にしとくと中2中3楽できるんで、ぜひね、一緒に頑張っていきましょう。